こんにちは、黒猫です。早速プレイします。さあ、逃げよう。オッケー。その様子だと、この後は何か起こっているみたい。やっぱり何か起こった。わあ、なんてこった。何も知らないよ。私、信者でもないし。無駄はなんだよ、無駄は。人違いしてもない。やっぱり人の話が聞かないのやつらだな。大したことはない魔物だな。まあ雑魚だけど。卑怯だぞあんた。船長を話しなさい。こいつ。もちろん。やれやれ。まあ仕方ないですね。あんたが私の計画は台無しけどな。はいはい。まあ今はな。別にどうでもいいけど。まあとりあえず様子を見ますよ、指導くん。別にいいんだよ、船長。そういえば、なんで私の服まで没収したでしょう。当たり前でしょうか、指導くん。さあ、どこでしょうね。いい場所でもないが確かです。まあそうですね。そうですね。大丈夫だよ、船長。オッケー？そうですな。わあ、びっくりした。何もないだな、ここ。この場所はとても不気味だ。どういう意味だそれ。あんたこそ黙れ。うるさいだな。私たちのことみたいですよ。さあ、多分どこに閉じてかもしれません。うるさい。私は、あなたの言葉を聞くと思うか。はいはい、うるさいのやつ。行きましょう。別にどうでもいい。ろくでもないみたいです。うるさいなあんた。
あっそ。まあそうですね。別に。だったらどうした？なんだと？また同じセリフだな。もう飽きた。はいよ。頭は単純すぎる。まあとりあえずこの馬鹿げた仕事をすぐに終わらせましょう。あんたに関係ないだけど。いや知らないだ。勝手にしろ。ポーカーフェイスだけです。なるほど。そんなにまずいな島ですかここ。なるほど、くだらない。ふむふむ。なるほど。わあ、結構長いですよ。当然です。そうなんですか。おお、優しいですねおばあさん。いやいや、それはおかしいでしょう。なるほど。知りたくないですおばあさん。あいつらのやり方ですな。そういえばそうですね。わかりました。とりあえず終わった。何も聞いてなかった。やっと終わった。あの魔物はあの少年を斬るに見えた。こいつ、ではないのか。いいですの、指導くん。なんでだよ。やれやれ、とりあえず戻る。本当ですよ。確かにそうですが。そうですよ。そういうことです。またかよ。はいはい、なるほど、わかりました。まあ後で船長を探しますよ。とりあえず寝る。
いつもの仕事だな。ふむ、嫌な予感しかないこれ。はいはい。それで、まさかな。まずいな、それ。終わった、これ。気をつけましたからです。別になんともないよ、このくらいは。別になんともないけど、また作ればいいの話だけだ。どうでしょうかね。興味ない。この魔物たちは、私に絶望を与えていると思いました。昔の悪党ですよ。あのおばさんは40年以上この島にいましたよ。そうですね。まああれは仕方ないです。気持ち悪いなやり方ですな。あいつらとっては、いい都合です。なるほど、そういうことですか。まあ気持ちわかりますが、落ち着いて指導くん。いや、私は諦めませんよ。それはありえないの選択です。ふむふむ。まあ当たり前ですが。もともとはおかしいな連中ですからな。いや結構です。そうですね。そうします、指導くん。そうですな。もう夕日か。また同じかよ。あの少年は死んでいないのが奇跡だ。毎回剣を振り回すな。とりあえず我慢しましょう。今は何も情報がありません。この島については。無限ループが来ましたな、毎回。趣味悪い。
また同じのことを繰り返すだな、こいつら。面倒くさい。まあさっさと終わらせる。別に。絶対あんたに後悔させてやる。とりあえずこいつはバカだ。今がチャンスですよ、指導くん。いやいや、それじゃないですよ。今はそういう話の場合でもないです、指導くん。そうです。その調子です。そうですな。ふむ。なるほど。汚いのやり方だけど、逆にやる気があるの方がすごすぎるよ、あれって。そうだよ。なんなんのよ、その懲罰棒は。大きづち？はいはい。そうだよ。そうなの？なるほど、確かにおばあさんは何が知っているよ、嘘だな。おばあさんに聞いてたいことがあります。やっぱりバカな連中ですな。先は言ったですよ。そうそう。ですから諦めないでください、おばあさん。訳がありそうだな、これが。別にいいでしょう。これは？おお。すごそうな指輪ですね。なるほど。はい。了解です。早くその餌をあげるみたいだな。はい、おお、いいね。これがあれば、どんどん魔物を仲間する。名前はそうだな。これでよし。そうですね。あのリムルかよ。悪いスライムなんだ、あんた。いいんだ。マーカス？本当だな。確かにそうですがね。ふむふむ。それもそうね。そうだな。なんで私の服に。感心して場合でもありません。そうしますよ。この場面はそろそろ飽きた。
本当に同じセリフしか言ってないこいつ。そうですね。あのスライムに信じるしかないです。きっとみんなは大丈夫です。まあそうかもしれませんね。任せてください指導くん。ああもううるさいなあいつ。聞こえてるよ。当たり前だよ。どんな？オッケー、とりあえずここまでにする。この地獄島は正直というと、つまらないすぎて頭が変になりそう。それこそが教団の真の目的だ。次回はいよいよこの島に脱出計画に実行するみたい。果たしてこのつまらない島が逃げられるのことができるのか。それじゃ、またねー。